まだ66分では全然逆転あるな。来たか来たおーい誰だ詰めたの最後。マグ中やかあ、でも最後さ、肘当たってるね。あー書き出そうとしたら。マカリスタ。最後、肘当たってるけど、ここで。どうなんだこれって。肘当たってるけど、そのプレイを書き出そうとして。まあ、大物んのこれ。 脇締めてたとしてもね、ゴールになっちゃうんだったら、無効になるんだけど、ただその後にオンゴール的な直接そのまま入ったわけじゃないから、どういうことになるこれってどうなるんだろう肘に当たって、それを書き出そうとしてなんだけど、あれ、これってこのパターン俺わかんないわ。でこれって直前にカウント、これってむずくないこれ。ちょっと知り合いの審判に電話したいくらいですもんね。これこのまま入ってたら多分ノーゴールなんですよ。脇締めてたとしても、多分。 あ、決まったら、ね、この反応多分。僕が携わったこの、あの、プレミアリーグの完全ガイドみたいなやつ。中で僕がね、いろんなチームの対談してるんすよ。プレちゃんの2人とはシティ合わせのある、内藤君とはユナイテッド、あと木崎さんとはハーランド特集みたいな感じで。なんでこんな感じで。超面白そうなんで。まあ、ちょこちょこ配信の時とかね、知らないチームとかだと、え、ウェブス今季こんな感じなんだみたいな感じで、ね。